뭐라 그랬어요? 到着しました。今回のホテルは翼山駅から歩いて10分ぐらいのタパスホテルっていうホテルです。ここで、3泊かな。すごくね綺麗だし、フロントの人もとっても優しかったです。日本語がねちょっと話せる方でした。結構面白い。ここにお風呂があって、湯船かあって、こっちがシャワー、こっちがねお手洗いです。はい、っていう感じです。ウェルカムドリンクももらいました。こんにちは、ひかです。2024年初の海外は韓国に来ています。韓国2月来るの初めてで、2月も終わりなんですけど、寒いかなって思ってたけど、今日は多分7度ぐらい、ここまでね寒くないです。今回は金浦空港に、到着したので、そこからタクシーでね、そのカンナムの方のホテルにまで1時間半かかって32,800ウォンだから、金浦からだったらタクシーでもいいかもしれない。おかずはセルフなので自分で取りに来ました。でもう9時を過ぎてるので、ホテルから近くてやってるお店を探してきたんですけど、すごい可愛くて美味しそうなお店に来ることができました。シレギっていうのが大根の葉っぱとか白菜の葉っぱとかを乾燥させたもの。これだね、あのね、健康な料理みたいな感じで書いてあったから、多分ね健康料理なの。うん、美味しい。熱々、美味しい。見た目がほうれん草スープみたいで、コンビニに寄ったので、ちょっと何買ったか紹介します。まず、明日の朝ごはんにこのキンパをね、買いました。これめっちゃ大きくて、3000ウォン、約300円ぐらいなので、なんか安いかな、どうだろう。あとは、春雨、スープ春雨みたいな買ってみました。明日はソースで、念願のヘアメイク写真撮影体験があって、朝7時ぐらいにホテル出なきゃいけないので、ちょっとね、明日の朝はこのご飯を食べていこうと思います。あとは、これは彼が飲むプロテイン2+1、2個買ったら1個ついてくるよみたいな感じで、6000ウォンぐらいでした。タンパク質がね、20も1本で入ってて、で、炭水化物が 6.5、 脂質が 0.6 だからね、結構優秀かなと思います。韓国はやっぱコンビニにプロテインドリンクの量がすごい充実してる気がする。で、最後は今ちょっと食べようかなって思って買ったのがこれです。クリームパンかですね。なんかこれネットで美味しいって言ってる人、おー見た気がするんだけど、待って、え、めっちゃ大きいんだけど、え、でっかいね。いい、でかっ。でもすごいよ、端っこまでクリームめっちゃ詰まってる。小豆入ってます。おいしい。まずクリームが分からん。うわ、うま。売り切れ続出の生クリームパンと言われていた時があったみたい。今は
多分ね、そのブームも落ち着いたんだと思うけど。重くない？これ。おはようございます。韓国2日目です。今日はまずね、ソンスにそのヘアメイクと写真撮影をしに行きます。でそのままソンスで、カフェと雑貨屋さんを巡って、夜は、カルメギサルっていう豚のハラミをね食べに行きたいと思っています。ヘアメイクが終わって5分ぐらい歩いて、今度ねスタジオ、写真スタジオの方に来ました。韓国はさすがねパリパリ文化だなっていうぐらい、メイクもヘアも特にヘアがめっちゃ早くてびっくりしました。でこれから、写真カップルフォト撮ってみたいと思います。撮影し終わりました。もうね、すごく優しいお兄さんが撮ってくれたんですけど、本当ね、ポーズも一個一個全部指定してくれたり、顔の角度とか細かいところまでね教えてくれるので、私たち本当そういう写真を撮るのが初めてだったんですけど、すごいねいい感じに撮れました。でこの後ねまた修正していろいろデータもらえるみたいなので楽しみにしています。今ねソンスにいて、でソンスはカフェがいっぱいあるので、今からねお昼ご飯を食べにカフェを巡っていきたいと思います。寒い。今日はねマイナス2度ぐらいだそうです。3月1日ですけどね。店内でね雨が降ってるカフェに来ました。でここで有名なのがクロワッサンなので、クロワッサンをね注文しました。線が美しすぎて、なんかこうお塩がかかってるクロワッサンと、カカオのクロワッサン、あとはこのちょっとしょっぱい系の目玉焼きが入ってるね
クロワッサンも買ってみました。うわ、すごい外がパリパリ、パリパリ。コーヒーもすごいいろんな種類がいっぱいあって、私たちはクラウドっていうやつにしたんですけど、コーヒーにもすごいこだわりがあるっぽいですね。ハサミがねついててカットできるように。カカオのクロワッサン、おいしい。優しいカカオの味。これさ食べるの難しいよね。難しいですね。おいしい。お食事系の。しょっぱい系。うん。ポテサラ？ポテサラの味。マスタード強めの。イタリアンとかに出てきたポテサラ。ですね、10分ぐらい並んで、このジャヨンドソグンパン、ソグンが塩なので塩パンをねゲットしました。もうめちゃくちゃ並んでます。韓国の方もねたくさん並んでて、なんか現地の人にも人気なんだなって感じです。4個入りからしか買えないんだけど、4個で、12,000ウォンでした。もうめっちゃいい匂いする。あ、すごいもちもち。うわ、うん、すごい中がすごいね、もちもち。かわいいね、うん、すごい人気だお店。とんでもなく人がいっぱいいるね。あ、かわいい、いいちゃん、じゃん。嬉しくて、ポテチ、クリップ。おパンチウサギじゃなくておパンチュクマ。かわいい、ワイフとハズバンド着替えセット。自分で好きなお洋服着せられるんだこれで。ほら、2軒目でブレッティポストというねブレッツェルのお店に来ました。これねシナモン味をこちらは注文。いただきます。中にねなんか練乳みたいなもうクリームが中に挟まってるからすごい甘くて美味しい。
しいよね。めっちゃ美味しい。プレッツェルってさ、ドーナツと違ってさ、油っぽさあんま感じない気がする。美味しいですね。韓国行く時にシム買う人は絶対に電話番号付きのシムがおすすめです。高尾タクシーも乗れるし、こういうウェイティングの時もどれぐらい待ってるかっていうのが分かるし、シナもザクザクで美味しい。もちもちすごい、なんていうの、弾力。2人だったら2個で、うん、2人で2個で十分だ、うんうん、文房具。なんかロープの結び方の手順。入りましょう。かわいいよ。これでさ、寝癖ついてるさ、プードルの動画よく見る。お箸とね、そのプレートのセットを買いました。早くお家に置きたいよね。楽しみ。
おはようございます。韓国3日目です。今日は、昨日の夜にオリアンに行って、まあ、いろいろ買ったのでちょっと購入品のご紹介と、もう早速ね、昨日の夜と今日の朝とで使ってみたのでちょっとだけレビューをしたいと思います。最初はトリデンのこれ洗顔なんですけど、私が韓国来るのにクレンジングを教えちゃったのでこれを買ってみたんですよ。使ってみたらこれただの洗顔フォームで化粧落としの効果はありませんでしたクレンジングってコーナーにあったけど、あって化粧落としもあるし洗顔フォームもあるので、買うときはね気をつけた方がいいと思います。これクレンジングフォームってここに書いてあるから、あ、クレンジングなんだって思ったんだけど、そういえば韓国って洗顔フォームのことクレンジングって言うんだったっていうのをね忘れてました。はい、塩感は結構こってりめ、重めのテクスチャーで、私は結構さっぱりの仕上がりが好きなのでちょっと好みではなかったんですけど、でもなんかこう化粧とかもね取ってるのでいいやつなんだなとは思います。2つ目はビオデルマのこれ水クレンジング有名なやつですね。でさっき間違えてトリデンの洗顔買っちゃったんですけど、これを買ってたからメイク落としがあって大丈夫だったっていう感じです。でこれがこう2本セットで29,900ウォンぐらいセールでねだったんですよ。で目代わりとかでも多分2本で5000円前後が多かったり、日本で買っても1本2000円ぐらいするので、これセットでめっちゃ安いじゃんって思って買いました。これはね、ほんと毎日、毎朝ずっと使ってるものなので、なんかなんならもうワンセット買い足したいなって思ってるぐらいです。あ、使用感はなんかほんとコットンにこう出して拭き取ると本当に何でもうちメイク落としとしても使えるし、仕上がりさっぱりなのに突っ張らないのが大好きです。もうこれは多分今後も一生使っていくんだろうなって思ってるアイテムです。次はハンユルっていう、ブランドの化粧水です。これは最近韓国の女の子たちの間でこのハンユルっていうブランドがねすごく人気だっていうので買いました。で人気なのは結構赤色、これの赤色のやつで、なんか米粉赤米なんだっけ、なんかそういう成分で作られてるやつが人気らしいんですけど、それが売ってなかったので、まあ、このハンユルの緑のやつ、これが鹿が入ってるよもぎ系のなんかが入ってるのかな、やつ買ってみました。でこれ使用感としてはすごくさっぱり、結構パシャパシャ使いたくなる系の、とろみはあんまりない感じの化粧水ですね。でも仕上がりもすごいしっとりしてるし、香りもいいし、私は結構好きです。であとこのハンユルのこのパッケージが可愛くて、すごくこのねすりガラスなのも可愛いし、このハンユルっていうフォントもめっちゃ可愛くて、こう置いてるだけでねなんかテンション上がりそうなので、ちょっとね素敵だなと思いました。はい、続いてはこれがフォレストストーリーっていうブランドなのかなの、マットライトのナチュラルホールド、これ髪の毛をセットするのに使うスプレーですね。で昨日ヘアメイクしてもらった時にケープみたいなスプレーじゃなくて、これ水のタイプで固めてて、それがなんか彼が髪の毛セットしてもらうのにすごく良かったっていうので買ってみました。結構ねこんな感じでシュッてシュッて水で出るんだけど、結構ホールド力は本当にあって、今朝ね彼が使ってみたんですけど仕上がりすごく良さそうでした。で私も使って髪の毛巻いたのに使ってみたんですけど、こうなんかパリパリならないけど固まるっていう感じで、すごくねいいなと思ってます。続いてヘアつながりでモレモのヘアトリートメントを買ってみました。でこれは今回は使ってないんですけど、昔使っててすごい良かったので買ってみた。モレモはね水トリートメントだっけっていうのが一時期めちゃくちゃ流行りましたよね。これも洗い流さないトリートメントなので結構いいかなと思ってます。はい、はい、続いてはドクターリファレントのビタリフト A フォルテっていうクリームです。これはもう本当に私が大好きなクリームで、リアルに 5,6 年ぐらい使ってると思います。もうこれを使い始めてから結構肌の調子がずっといいので、本当にねこの子は大好きで、まあ大体この1本でどれぐらい持つかな、2ヶ月弱ぐらいかな持つような気がするので、まあこれあれば3本あれば半年は大丈夫かなという感じです。結構本当少ない量でも伸びがいい、こういうね黄色いクリームなんですけど本当にいいの。はい、最後これウェイクメイクのリップ、これがなんかもう本当にこういろんな YouTuber の方とかメイクの紹介する方が最近これがティントの中で一番いいって言っているのを見て買ってみました。で実際に昨日ご飯食べる前に妹が使ってたんですけど、ご飯食べてる間も全然取れてなかったし、持ちがねやっぱりいいなって思いました。テクスチャーとしてはすごいねスムースな感じで、でも全然パサパサって感じではないので、個人的にはすごく好きなテクスチャーです。でこれで本当に取れないんだったらめちゃくちゃ嬉しいなって思うので、またね買い足ししたいと思います。今日とか明日とかにまたオリアン見つけたら入って買ってみたいなと思ってます。行ってきます。すごいいい感じの雰囲気、ヨンドン高まり、にゃーせよ。辛そう。マスタード。
醤油、これニンニクだよね。で、これで好みでお酢とかニラをね加えるらしいですね。これサービスでくれたお餅と砂肝をイン。追加でこれは注文したトッポギイン。うん、おいしい。やばい、辛いが鼻にくる。鶏のね味がすごく美味しい。ただ鶏を茹でただけなのになんでこんなに美味しいんだろうってぐらい美味しい。だいぶだいぶ重くてお箸で持ち上げるのが大変なぐらい。うわー熱そう。うまいうまい。熱い。なんかどんどん味染みてるんじゃない。うん、わかる。あっ、ここ、湯気すごい。ガンマリは鶏が美味しいのはもちろんなんですけど、このまあタレが美味しいのと、あとはこの鶏の出汁が出た汁がすっごいもう味が出てて美味しくて、あこれめっちゃ美味しい。うん、染み渡る。染み渡るね。この鶏の出汁を全部吸ったこの麺とこの美味しい辛いソースと合わさって、なんかこれを食べるためにタッカンマリを食べてきたんだみたいな感じするぐらい美味しい。最高これ。絶対これタッカンマリ食べたら結構お腹いっぱいになっちゃうけど絶対食べた方がいいと思う。麺もいいね。タッカンマリ食べ終わって5分ほど歩いたらカンジャンシジャンに着いたので、あまあ食べたのにまた食べるんかいって感じなんですけど、ちょっとだけまた食べ歩きをしてみたいと思います。カンジャンシジャンでとりあえずホットクを買いました。これ普通の味のクラシックホットクってやつで、2000ウォンですね。カンジャンシジャンの入り口にあるクアベギねじりドーナツが食べたかったんですけど、すっごい列で、でそのままその入り口から奥に入ってきたところのなんかあの十字路みたいなところにも、ここにねあのねじりドーナツのお店があったので、こっち側でね買ってみようと思います。甘くて美味しい。さつまいもみたいな優しい甘さ、もちもちで美味しい。クアベギ花なレモンクアベギ花ね。レモンクアベギ ね, ね。ねじりドーナツのレモン味と普通の味を買いました。並んだの多分5分ぐらいです。すごい早く買えたので嬉しいです。しかもこっちは揚げたてでした。なのでこっちからね食べてみようと思います。うん、やばい、ふわふわ空気。こっちはレモン。生地にレモンが多分練り込んであって、美味しい。これはどんだけお腹いっぱいでもね食べれちゃう気がする。なんか本当にパクパク。緑豆
チヂミが有名なスニネピンレッドっていうお店に来ました。カンジャンシジャンの北にゲートっていうところ、その一番有名なアクアベギが売ってるところの入り口のほんとすぐのところ。あ、熱々、これやっぱ揚げたてだよね。揚げたてだね、美味しそう。あとお店の前で緑豆をこう引いてるんですよ。いただきます。うん、うまっ、うん、サクサク揚げたてだし、お醤油につけてある玉ねぎとこのピンレッドを一緒にいただきます。うん、うまっ。うんうん、これを取ってご飯にかけます。ご飯と混ぜて食べるという食べ方だそうです。マッコプセはこのコプチャンっていうホルモンとタコとエビがね入っています。めっちゃ贅沢ね。めっちゃ贅沢だよね。早速いただきます。やばい、これめっちゃ美味しい。うわ、めっちゃタコプリプリなんだけど、エビもたっぷり入ってて、たまらん、うまい。結構今まで食べてきた韓国料理の中でかなり好きな方かも。じゃあ夜ご飯食べ終わって、今度はね新ノヒョンにまた戻ってきました。今日はねこれから夜のもう深夜1時ぐらいまでやってるヨーグルト屋さんがあるとのことなので、そちらに行って最後のデザートにしようと思います。もうね食べ過ぎですね今日は本当に。アイラとグリークというヨーグルト屋さんに来ました。もうね、私が今回の渡韓で一番食べたかったものがこのギリシャヨーグルト。いちごをねサービスしてくださったんです。もうねめっちゃ優しい店主さんで、タッチパネルで注文するときも私たちがわからないでいてないかとかね、めっちゃ心配しに来てくれたりして。やばいの、この超もったり感わかる、この硬い感じ。
ブルーベリーとラズベリーとマンゴーとグラノーラ、イチゴ、バナナ、いろんなフルーツいっぱいで。いただきます。めっちゃ美味しい。すごいもったり。なんか日本であんまりここまでのねヨーグルトってないから、めっちゃ美味しい。こうやって蜂蜜をかけるとね、もうね超美味しいと思います。ちょっともったりだからさ、ゆっくり食べれるね。ヨーグルトってなんかもう秒で食べちゃう感じ。そうだね、これ朝ごはんだったらゆっくり、うん、満足感を得られながら食べれそう。お腹にたまりそうじゃない。今日は、もう7時の飛行機に乗るので、まあ、6時間ぐらいしかないんですけど、今日はアクジョンに行って最後にカフェ巡りと、ちょっとねお洋服とか見たり、お買い物できるものがあったらしてみたいなと思っています。で、私が今回の旅行で最後にね食べたかったものがまだ残っていて、それが海鮮カルグクスなんですけど、そのお店もアクジョンにあるので、ちょっとそれがね楽しみです。美味しい。牛ほほ肉みたいな、そういうお肉が入ってるの。めっちゃ美味しい。食べ応えありそう。うん、パイもサクサクで美味しいし、温め直してくれたから温かくて美味しいし、めっちゃお肉が美味しい。本当に崩れちゃったところから、あ、タルトだからサクってしてる生地が。めっちゃ濃厚なチョコ、美味しい。美味しい。バタークリーム、トナカイのフィナンシェ。美味しい。
海鮮たっぷり。ずっと食べたかった海鮮カルグクス。これこんなに海鮮入ってて9000ウォンなの。やばくない？いただきます。麺もちもち。本当に美味しい。うま。すっごいめっちゃ海鮮の出汁出てるし、麺もちもちのなんかトゥルットゥルのもちもち。あったまる。結構なんかスパイシーさも感じる、はい、もう一個はねビビンクックス頼んでみました。これはね冷たいやつですね。うわすごい細麺で、ね、ビビンクックスもめっちゃ美味しい。あれの味が本当に美味しくて、なんかただ辛いだけじゃない、てかなんか思ってたよりも辛くない。キムチが美味しすぎるのでおかわりしてもらいました。キムチがめっちゃ美味しくて、韓国でキムチ食べると割と浅漬けっぽいっていうかさ、なんか酸っぱめが多いけど個人に酸っぱくなくて、うま辛コクを、あ、コクを感じる系のキムチ。チョコのこれが美味しい。